こんにちはヨガ講師のタカです今世の中は本当に大変なことになっています。だけど皆さん、もう大丈夫です。安心してください。ヨ画ガの教えに基づくインド先生術によると、今まではしばらくの間、星回りの良くない影響がしばらく続いていたんだそうです。だけどこれが5月、6月になってくると、だんだん改善されていくんだそうです。なので、もう最悪の状況はね、もうすぐ終わります。5月、6月、徐々に徐々にね。 良くくなるる兆しが見えてくるはずですもう少しです頑張りましょうそこで今回はね皆さんに是非知っておいてほしいとても大切な情報です今年の5月の4日これはもうとんでもない日です今年の5月の4日は1年の中でも一番の最強の幸運日最強大吉実ですこの日をね見逃してはいけませんこの日 もう何もしないで普通の日と同じように過ごしてたら絶対に損しますなのでね皆さんはねぜひこの動画を最後までご覧いただいてこの日は絶対に行動してくださいそれによってあなたにとっての最強の幸運をゲットしてください今年の5月の4日は一体どんな日なのか今年の5月の4日はね1年にたった1日だけの太陽と月のパワーが同時に最大になる日なんですだからね 月の一番強いエネルギーが同時に降り注ぐ日があるんですつまり僕たちはね一年にたった一日だけ太陽からも月からもめちゃめちゃ応援してもらえる日があるんですそんな日が今年は5月の4日でありこの日のことを伝統的なヨーガの教えではアクシャヤトリティアと呼ばれているそうですでこのアクシャヤトリティアのね意味については後ほど紹介しますでこのアクシャヤトリティアがね 一体どれだけすごいのか世の中では吉日大吉の日と言われてる日だとか幸運日幸運な日ねと言われてる日いくつかあります。で有名なのは天赦日です天社日天がててを許してくれる日天があらゆる罪を許してくれる日が天赦日なのでだこの日はあらゆる障害がなくなるということでこの日には 何を始めても絶対にうまくいく。そんなすごい日。転写日ね、もう超ラッキーな日。その転写日というのは、ね、年に5。五六回あります。年に五六回しかないんですよ。で、これも有名ですよね。一流万倍日。一粒巻いただけで。一万倍に増えるというね。だから、この日に始めたことは一万倍に増える。だから、この日も絶対にうまくいくんですよ。で、そんな一流万倍日は。これはね。月に。四から六回あります。 今年2022年だと1年間の中ではねこの一流万倍日は53回ありますで転車日とこの一流万倍日が重なった日これはもう超ラッキー大体大,大吉日でこんな日はですよこの日は年に3回ほどしかありませんなので年に3回しかないもう大吉日もう超幸運日ですから毎回必ずねこの 2つ重ななる日は話題になりますでそれに対してですよ今日僕がお話ししているアクシャやトリティア年にたった一日しかないんですよ。年にたった一日しかないもう大大大大大吉日です。 だこの日を見逃しはっきり言ったらね天写日だとか一粒万倍日あるいは天写日と一粒万倍日が重なった日よりもすごい日だということですからこれはもうねうかうかしていられませんねヨーガの教えに基づくインド戦説によると今年の5月の4日は「 太陽がこのおひつじ座というのはあくまでもインド先生術で使っているお羊座ですいつも言うように西洋先生術とインド先生術の星座の位置はちょっと違いますからね。でおひつじ座というのは12個ある星座の中で唯一太陽の力を高揚させる星座高揚させる部屋なんです。で紅葉というのは 太陽のエネルギーを一番強くしてくれることです。で太陽というのは12個ある星座を1年間かけて1周します。なのでこの太陽の力を強くしてくれるお羊座の中にはだいいいいたヶ月ぐらい入っているととうことになりますそしてこの5月の4日月がお牛座の中に入っています。で この大牛座というのも月にとっては12個ある部屋の中で唯一月のパワーを高揚させる星座なんですよ高揚させる部屋なんですで月は12個ある星座を大体29日から30日かけて一緒しますということは月というのは1つの星座2日半ごとに移動していくんですで太陽は先ほど言った通り1か月ごとに移動していきます 月は早いんですよ。2日半ごとに1つの星座を移動していきます。そうするとね太陽が自分を高揚させてくれる王羊座の中にいる時でなおかつ月が自分を高揚させてくれる王室座の中に入る時これは一年に一回しかありません。でさらに今年の5月の4日月が浪費にという場所浪費にというなくしゃとラに入ります。 このラクシャトラとは一体どういうものなのかこれは皆さんもよくご存知の星座です。この図でいくと僕が今日お話ししているお羊座というのはここになります。で、お牛座はここになります。で、この星座、正確に言うと行動十二星座と言います。行動というのは 地球からのののの見かけの太陽の通り道のことを言います1年でこう一周しますす年で周しその太陽の見かけの通り道行動を十二分割した一つ一つの部屋を星座と言います。で先星術ではその星座各星座にどの惑星が入ったかによって影響がそれぞれ違ってくるのでこの星座というのはとても 大切ですで、これと同じようにインド先制術では月の通り道を分割した月の星座みたいなものがありますそれがね、ナクシャトラなんですナクシャトラというのは地球からの月の見かけの通り道を27または28分割した一つ一つの部屋のことを言います 月祝なんて訳されたりしますで、インドセンスの場合はこのナクシャトラの影響がものすごく強いとされています今年の5月の4日の月は三日月なのですがそんな今年の5月の4日の月の位置ね月のナクシャトラ ナクシャトラというのは二十七個ありますからね。その二十七個のナクシャトラ二十七個の部屋の中で五月の四日の月の一月の部屋はねローヒーニになるんです。でローヒーニというのは赤い目牛という意味です。で二十七個の部屋の中でローヒーニという部屋は月のエネルギーを高揚させてくれる部屋なんです。で二十七個の部屋の中で月を高揚させてくれる部屋はたった三つしかありません。そのうちの一つがこのローヒーニなんです。で 月というのは、一つ一つのナークシャトルはね、一つ一つの部屋を、だいたい1日と数時間ごとに移動していきます。だからもう1日ごとにね、どん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 、この部屋を移動していくんですよ。早いんですよ。で、今年の5月の4日、太陽がお羊座の中に入って紅葉しています。月がお牛座の中に入って紅葉しています。で、さらにその月が、 ローヒニーというナクシャトラの中に入っていて高揚していますわかりますかこんな日はね365日年にたった1日しかないめちゃめちゃ貴重な日なんですよ。太陽の力が最大になる 月の力もめちゃめちちゃゃ強くなるそしてそんなパワーを同時に僕たちが受け取ることができるもうめちゃめちゃラッキーな日それが今年は5月の4日正確に言うとね5月の3日から5月の4日なんですけどねそしてそれが最強大吉日でありアクシャやトリティアと言いますでアクシャやトリティア意味はねまずこのトリティアの方ですけど3日目というんです何の3日目か 新月から三日目。だから、五月の一日が日本では新月ですから、そこから三日目、五月の四日。アクシャトリティア。アクシャヤというのは何かです。これは、ね、衰えることのない不滅なというんです。だから、この日に何かを始めたら、決して衰えることはない。この日に始めたことは不滅。 永遠に続くということですこれはね、本当にすごい日ですからね、皆さん。そんなアクシャやトリティアの日は、すごいですよ。あらゆる、すべての惑星からのあらゆる悪い影響が及ばない日なんです。これすごいですよ。それはそうですよ。だって、太陽と月が同時に全力で僕たちをサポートしてくれる日ですからね。だから、この日、何もしないでいるともったいないです。はっきり言ってね、 インド占星術的にはまだまだ5月の頭は星丸の影響はねそんなによくはなっていませんなのでね僕たちは5月の4日ですアクシャトリティアこの日を皮切りにこの日から僕たちはね行動することでこれからどん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 ,どんね運を良くしていきましょうじゃあこのアクシャトリティア5月の4日に何をすべきかですキーワードはアクシャヤですでは皆さんがねこれから永続させたいことずっと続けたいことだとか 衰えさせたくないこと反映させたいことを新しくく絶対に始めてみてみださいだこの日から始めたことはね絶対にうまくいきますからねもう約束されてますからね。だってね太陽と月がそれぞれも同時に全力で応援してくれる1年でたった1日しかない日ですから,だからこの日にね何か新しいことや チャレンジしたいことをやらなかったら絶対損しますもう絶対にやりましょうだから僕はね新しく始めることって何かねうまくいかせたいことって一切ないんですよ僕が反映させたいことはたった一つヨガを広めることですだねそのヨガの教えを広めることで本当にね一人でも多くの人に幸せになってほしいですもう本当にそれだけなんですよなのでね僕はこの5月の4日はいつも以上にヨガを一生懸命勉強します いつも以上に迷走しますそして5月の4日には新しい YouTube の動画を配信しようと思っていますだけど5月の4日連休なんですよお休みなんですよなので YouTube 上げれないかなこのアクシアトリティアの日から始めた方がいいことにはこんなのもあります投資を始めてみる金や銀を買ってみたり貴金属を買ってみたりする宝くじを買ってみたりする貯金を始めたりする この日から始めたことが永続し反映しますからちょこっとだけでいいですからこの日から始めればいいですからねなので間違ってもこの日には絶対に借金してはいけませんよ借金が永続したら困りますからねさらにはねこの日から始めた方がいいことにこういうのもありますこれはどういうことかというとこれは古代からのヨーガの教えなんですけども僕たちがやっぱり幸せになるためにはね 良いカルマを積むということとが大事です良いいカルマというのは良い行いをするということです。だから僕たちがね自分以外の周りの人が幸せになるようなことを始めたらそれは良いカルマとなって将来それは必ずね自分に返ってくるんですよ。なのでこれから先ね幸せになりたかったら運が良くなりたかったら自分の周りの人の幸せになることをする。なので それを永続させ反映させせ反映たたいためには、だから自分の幸せだとか自分の幸運をね反映させたり永続させたいのであればこの日アクシャトリティアの日もう是非寄付をしてみてくださいボランティア動をしてみてくださいもちろんね何かボランティア団体に所属するということもいいんですけどもそこまでしなかったとしても自分の本当身近な人 家族だだととかののためのことだけを持って一生懸命やるボランティアボランティアだったらおかしいけどもその人からの一切見返りを求めないつもりでその人のことだけを考えて一生懸命やるそんなこともすごく大切ですこれもねすごくいいカルマでそれは永続して反映してそれは自分に返ってきますからねそしてねこれもいいカルマというふうに言われています瞑想洋画そしてお祈りですこれもいいカルマとなって将来自分に返ってきますだ将来 自分は幸せになりたい運が良くなりたいもう是非この日から瞑想してなかった人は瞑想を始めヨーガを始めお祈りを始めマントラを唱えてみてくださいだからこのアクシャイトリティアの日にはパワースポット神社だとかねお寺に行ってお祈りを捧げるということもとてもいいですもう僕はねこの日に是非やっていただきたいお祈りがありますのでこれぜひやってくださいこのマントラを是非みんなで5月の4日アクシャイトリティアの日に唱えましょうそれはね ローカーサマーカスター好きのババン2ですこれ前回の動画でもね紹介しましたけどこれ5月の4日ぜひやりましょう改めてこのローカーサマースター好きのババンというの意味この意味はこの世の中のあらゆる全ての存在が平和で自由で幸せでありますように繁栄しますようにそしてこの世の中の全ての存在が幸せであることに 私たち自分のね一人一人の自分のカルマです。自分の行いだとか自分の思いがこの世の中の全てのものが幸せであることに貢献することができますようにっていう祈りの言葉なんですだからこれをね5月の4日に一人でも多くの人が心の底から唱えることによってこれが永続して繁栄するんですから世の中が平和になると思いませんか きっとなると思います。ぜひやりましょう今日も最後までご覧いただきましてありがとうございましたおもちゃん